歌をですね、歌っておりまして、まあ、シンガーソングライターとまではいかないんですけれども、歌謡曲演歌が、まあ、好きで普段ライブ活動しております。私の母がもともとやはり歌謡曲演歌の歌手でして、まあ、今そうお伝えして私あの演歌は好きなんですけれども、普段は歌謡曲ポップスなんですが、母がもう、演歌歌謡曲の歌手だったんですね。で、そんなまあ環境もあり、母の立木久美子という名前を2代目として、継いで、まあ、歌っているんですけれども、やはり母の影響ですかね、母が歌っているので気がつけば私も歌っていたというそんな流れです。特に、スクールに通ったとか、そういうわけではなくて、やはりもう母が私の師匠であり先生ですね。普段カラオケとか、行くことから始まりで、なんとなくこう歌がやっぱり歌って楽しいなって思うようになり、でそうしましたらいろんなイベントにあの声をかけていただけるようになりまして、やはり活動しているとこういろんなあのお話をいただくようになりますので、そこから立木久美子ワールドをじわじわと今広めていっているというような感じでしょうかね。そうですね、もともとはあのこう見えてもと言いますか、全くもう人と話をすること、すらも苦手な赤面症でしたりとか対人恐怖症だったんですね。ただやはり血が騒ぐと言いますか、こうステージを踏むにあたりなんかこう度胸がすごく座る、こう歌えたり人前で話せた時のなんというかこう解放感と感動と、それでもう慣れですかね、気がつけばあのもう誰とでも話せるようになり、そうですね、もう怖いものなしな今日この頃といった感じでしょうかね。お芝居やる方とかそういう方が多いというのを母に教えてもらったりもしたんですけども、実際はやはり何十回、まあ、何百回と、ステージを踏んでももう直前までこう気持ちが悪くなったりとか、ドキドキ感は確かにあのずっと続くんだなっていうのは思います。ただ私の場合はなんだか、まあ、そうではあるんですけども、その人と話すのが苦手とかやはりそういった自分とはもうなんだか気がつけばもうさよならすることができたようで、もう今では道行く人とかそれこそあの電車とか並んでる方でも誰でも話せるようになったというのはあの自分自身そうだなというのは感じます。もう何せ、人前に出るのが苦手な性格ではあったので、決してあの歌手になりたいとかいうことは全く思ってなかったんですね。でどちらかといえば裏方で、例えば演劇部でしたら表に出る方ではなくてこう小道具のだったりしたんです。ですので、まあ、幼い時はどちらかといえばそうですね、なんか漫画家やってみたかったりとか、まあ、お花屋さんだったりとか表に出る夢ではなかったです。ただやはり母が歌を歌うのをこう聞いて、まあ、環境でなんとなく歌ったら周りの反応がこうやはりあいいねとか言われると調子に乗ってしまうというのもあるんですね。で気がつけば、まあ、歌手の道にという、はい、感じでしょうかね。まあ、やはり環境と仲間であり人とのつながりに恵まれているなということは感じます。歌っていても確かにお話が来ない方は来ないのかもしれないですけども、まあ、とても私自身好奇心旺盛な性格というのもありますので、いろいろな場に出ていろんな方と出会うということを常に心がけてあの活動は行動はしているんですね。でそうなりますとそこで人と人とつながり歌を歌ってますというお話をしますと、じゃあ今度このイベントで歌ってみないと、
果こう自分でやはり動いたことによりいろんなお話をがいただけているのかなということは、はい、感じております。人生一度悔いのないように、もちろん何もやりたいこととかこのままでいいなというようでしたら特に行動する必要もないと思うんですけれども、もっとこう自分を変えたいでしたりとか、何かこう楽しみたいという気持ちが少しでもあるんであれば、やはり不安な気持ちは誰でもいっぱいだと思いますので、もうとにかく動いた者勝ち、いろんな人と出会う、人と話して、人の話を聞いてということがやはりこういろいろな夢を叶える一つの、条件であり、自分を成長させる輝かせる一つの、なんかポイントなのかなというふうには思います。今、6歳で、私今46歳なんですね。40で出産いたしまして、子育て奮闘中で、もうすぐ小学校1年生になる男の子を育てております。そうですよねやはりそう周りからはすごいねとこうパワフルだねと言われるんですけども、私としてはとてもバランスが取れていまして、他にも昼にも仕事もしているんですね。で昼の仕事顔があり、歌手という顔があり、ママ、という、母親という顔もあり、そのなんか全てがこう揃ってこそ自分なのかなということで、本当に忙しくて大変というよりもバランスが取れています。やはり子育てはとてもとても大変で、どんなお仕事よりも私は大変だなと感じているんです。ただ子供から教えてもらうこともたくさんあり、人としてやはり子供を育てるということでとても成長できる部分も、ありますので、出産する前よりはもうさらに大変な今日この頃という現在ではあるんです。ただ子供がいるからこそこう歌える歌、深みでしたりとか伝えられるということもたくさんありますので、はい、やはりもう人それぞれ、やはりその時その時のいろんなライフスタイルであり生活が私にとっては歌に全てこうプラスになっているかなというふうに思っております。ミセスジャパンページェントという、ミセスのコンテストに、エントリーしまして、日本大会で、3位を受賞することができまして、世界大会へ出させていただくんですけれども、もともとはやはり人前に出るのが苦手ということ、そして歌手活動にあたりやはりこう人に見られる、写真を撮られたり、そういうお仕事でもありますので、産前から体重はですね戻らなくて、で自分を追い込んでそのようなコンテストに出れば体重が減るんじゃないかという、なんとも実はそんなきっかけでエントリーしたんです。でそうしましたらずっと減らなかった体重がミセスジャパンページェント参加することによりまして体重が戻りまして、そして、こう姿勢でしたりやはりウォーキングなんかもとてもコンテストで重視されますので、歩き方もステージで立ち振る舞いとかやはりこう全て影響イコールさせることができまして、もうとにかく受けたのはやはり常にこう自分パワーアップ、自分磨きをして生きていきたいという性格でもありますので、痩せて産前のように戻りたい、そしてさらに自分に自信をつけたい、そんな、はい、きっかけで受けました。やはり、ミスコンという、痩せていて可愛くて綺麗というコンテストとはまた少し違うようで、オーガナイザーの、エリカさん、吉成エリカさんという方が、やはりこう内面からの美しさ、頑張っている子育てに仕事に頑張ってますよというそういう面をとても、審査の一つとして見ていてくれるという素晴らしいコンテストなんですね。ですので本当にいくら痩せていても
外見だけ磨いていてもきっと、取れる、受賞できるコンテストではないと思っておりますし、だからこそこう普段のもう歩き方でしたりとか喋り方ガンマでしたりとか、こういろいろな人が見ていない時の、頑張りでしたり、まあ、そういうものを意識して常に、というふうには、思いながらですねこのコンテストを、はい、挑戦し続けておりますね。2024年9月30日に東京目黒区にあります八芳園様で開催されます。やはり常に前進、常に成長して、生きていきたいと思っていますので、やったことないこと、もう何でも挑戦、いろんな方と出会って人とつながって、そして、楽しい毎日を、そして自分自身を成長させて、で周りの皆様も、そんな自分の輝きでしたりとか活動頑張りによってこう周りも一緒にこう押し上げてといいますか、こう前に進んで、いろんな方の助けになることもできたらいいなと思っていますので、とにかく、立木久美子、ニックネームくみくみというんですけども、くみくみワールド、世界中に皆さんを笑顔にしていきたいと、それが一番の目標です。